校内改札口府中駅は、広島県府中市府川町にある、西日本旅客鉄道福縁線の駅である。府中市の中心駅で、駅は市街地の中にある。福縁線の電閣間と非電閣間の境界駅で、福山方面と塩町方面相互の旅客は、必ず当駅で、乗り換えが必要となる。福山方面の列車は1時間あたり1から2本、塩町方面へは、 朝夕の六本のみの運行となっており、校舎は広島駅から当駅までの普通列車が設定されている。また、岡山支社と広島支社の境界駅でもあり、上り場内信号機付近に支社境開票が設置されている。直営駅。駅の管理は、府中鉄道部から瀬戸内地域鉄道部を経て、岡山支社直轄となり、福山駅の非管理駅となっている。なお、 当駅発着の切符には、駅名が、府中と印字されているが、これは、JR 四国徳島線にある、府中駅と区別するためである。駅の西側より、駅舎側に、1番線の切り欠き機、ホームと2番線の短式ホームの1面と、古線橋で連絡する3.4番線の島式ホーム1面の2面4線の、地上駅。1番線と4番線の潮町方面は、 行き止まりとなっており、福山方面からの折り返し列車が使用している。2.3番線のみ、塩町方面に通じており、信号機場は2番線が上り本線、3番線が下り本線とされている。日中は主に1.2番線のみ使用されている。両村内鉄道時代から車両基地が併設されており、車両も配置されていた。 東駅三時駅間で使用されている機動車の車庫が併設されていて、電車の夜間対白も設定されている。校内に府中鉄道部があった。駅舎は木造瓦原武器で小ぶりのものを改装して使っている。福縁線内では福山駅以外では唯一発車案内板が設置されている。自動改札機は設置されておらず、愛子家もサービスエリア外で使えない。ただし、 サービスエリア内のビンゴ本庄駅、韓米機関の自動改札機を管理しているため、外島駅のインターホンは当駅とつながっている。2020年3月14日のダイヤ改正以降は、ワンマン列車の時間帯は、改札を受け付けてないため、すべてのワンマン列車が無人駅と同様に進行方向のみのドアを開閉し、車内での運賃収受を行っている。 かつて緑の窓口が営業していた頃、営業時間外に発着するワンマン列車は蒸気のような取り扱いをしていた。また以前はワンマン列車も全列車が全ドア開閉をしていた。3番線から福山方面の列車の発着も可能であるが、2017年3月4日、改正ダイヤではそのような定期列車の設定がない。近年の1日平均乗車人員は、 以下の通り、周囲は古くから栄える府中市の中心地で名産である家具店や工場も目につく。幹線道路である国道486号からは離れているが、この付近を走行する路線バスの多くは現在も国道から分かれ府中駅周辺に乗り入れている。西日本旅客鉄道 Z 福縁線、宇海駅府中駅市川辺駅。 ありがとうございます。